皆さんこんにちは、東北大学ニューフォレストジャズオーケストラオールスタージャズライブ2023にお越しいただきありがとうございます。 NMJO のジュニアバンドです。さて、ただいまお送りしました曲は、デューク・エリントン楽団で有名な Takes a Train という曲です。普通この曲をビッグバンドでやろうってなった時はちょっと最初イントロは短めのちょっと可愛らしいピアノソロから始まる編曲でお送りすることが多いんですが、今回別バージョン、新しくね、我らジュニアのリズム隊でパートリーダーを務めてくれている新進気鋭のパートリーダーが、ソロを務めてくれました。またね、他にもいろいろ決めとこがかっこよかった曲ですね。じゃあね、ソリストを紹介します。さっきもちょっと紹介しましたジャズオーケーになぜか毎年いる秋田高校枠の一人、ピアノの新入生大泉結衣。さて、髪色不思議七変化のセンターパート、お酒を飲んだら元気100倍、新3年生ボンテナーサックス手塚光太郎。続いて紹介しますのは、ジャズオーケーに数少ないというか唯一の体育会系、1年足らずでソロ取ってます、マッスーこと新3年生の、トロンボーン増田優斗。最後に紹介するのは、ラッパの腕もさることながら NMJ では数々の逸話をおっしゃってくれています。最近ではね、本番直後に後ろからぶっ倒れました新3年生のボーントランペット切った警護。さて、次にお送りするのは Bad Not For Me という曲です。こちらはラプソディインブルーという曲で有名なガーシュイン兄弟が手掛けた、まあ、ジャズの会話だとチェット・ベイカーのナンバーとしても有名な曲ですね。ビッグバンドアレンジされたこの曲は最初はソリストが大活躍して、その後はバンドとして聴き応えのある曲になっていて、まさにビッグバンドというものを詰め込んだ曲になっています。どうぞお聴きください。
ました、爽やかな一曲でしたね。それではレストリストをまた紹介していきます。小田君、今年は寝坊しないといいね。新3年生、トランペットの富山光太で、お次は今年もまだまだバリバリ活躍して続けてくれています、オンバリトンサックスの同じく新3年生、小野光。さて、次にお送りする曲はですね、皆さんお待たせいたしました、我らがカウントベーシーのナンバーで「いつをそうない」する曲をお送りします。これはね、これぞベーシーというべき、皆さんね、まあ、おなじみのミディアムスイング優しい曲をどうぞお楽しみください。
した穏やかな一曲でしたね。ソリストを紹介します。今年活躍期待の新2年生、あだ名はゴーゴー、トントロンボーンの鈴木大成。さてですね、楽しい時間というのは過ぎるのが早いもので、最後に決まってしまいました。最後には、バディリッチのナンバーでメキシカリーノースという曲をお送りいたします。バディリッチのナンバーということで、他の曲に漏れず、この曲は大変ドラムが主張が激しめで、金管もそこそこ、激しめみたいな曲になっております。余談なんですけど、この曲って実はその、演奏動画みたいなのが我らのオワコン動画サイトニコニコ動画にアップされてまして、そこについている動画のタグ、ハッシュタグみたいなものですね、なんか残像ドラムっていうのがついてまして、つまりそのバディリッチの手のドラマーの 手の動きが速すぎて残像が見えてしまうという、そのタグがついていて面白かったっていう印象があります。さて、最後の曲なので先にソリストを紹介します。まずですね、ドラマーですね。この曲を聴きすぎて早くもこの曲はアップルミュージックの2023年トップソングに踊り入れました。本残像ドラム新3年生佐藤誠一郎。新パートパートリーダーとしてパートを支えてくれています、新2年生、オンテナザックス三上奈緒。そして最後にソロビデオを披露してくれるのが、あだ名はミッキー、夢の国からやってきましたピョンピアの新2年生中村美希郎。本日はですね、ニューホルツーズオーケストラオールスタージャズライブ2023にお越しいただきありがとうございました。この後もね、レギュラーバンド、ジャズスペクターズなどなかなかいいバンドが続きますので、どうぞお楽しみください。それではドラムの残像に注目しながらお聴きください。ありがとうございました。メキシカリーノーズです。